皆さんこんにちは。今回はリクエストにあった自転車に乗りながら食べられるカロリーバーを作りたいと思います。まず大豆粉と薄力粉を合わせてふるいにかけます。そこへ細かく砕いたバナナチップと170度で10分ほどローストしたくるみ、さらにフルーツグラノーラとレーズンを入れて混ぜてください。混ぜたら次は鍋にバターと水飴、グラニュー糖を入れて火にかけながら溶かしていってください。溶けてふつふつとしてきたらそこへ先ほど混ぜたものとチョコチップを入れて素早く混ぜてください。全体を手早く混ぜたら、オーブンシートを敷いた型に入れて押し固めてください。ここまでできたら170度で22分焼きます。無事に焼き上がりです。冷えてからお好みの大きさにカットしたら完成になります。